忙しいです。ぶんぶん川川ぶん川です。仕事の方でちょっとバタバタしてたり、それからね、この手帳シーズンが始まってきて、来年の手帳についてね、めちゃくちゃ考えたり、今月末はね、プロッターのポップアップがあって、ね、その時に何を持っていくかとかね、いろいろ考えたり、非常にね、忙しい日々を過ごしております。そんな話はさておき、今日はですね、プロッターの公式オンラインストアでお買い物したものが届いたので、そちらの紹介と、あとですね、今月末にプロッターのポップアップが開催されるので、その話をしようと思います。よければ最後までご視聴ください。ということで、プロッターの公式オンラインストアで購入したものがね、届いております。こちらね、開けていきたいと思います。今回の購入品出していきます。じゃ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 ーん。こんな感じになっております。今回プロッターの公式オンラインストアで購入したのこちら3点になります。今日はね、この後に、ポップアップの話とかをしないといけなくて、ちょっとね、時間がないと思うので、ザザザザッと紹介みたいな感じに、ね、なっちゃうと思いますが、ちょっとね、ご了承いただければと思います。まずですね、一つ目、ちっちゃいのからいきましょうか。こちらになります。今回ね、プロッターの来年のリフィルですね。M5 のマンスリーのリフィルを購入しました。まあ、いつもとね、レイアウト一緒ですので、ちょっとね、中は開けずにこのままの紹介で失礼させていただきます。今年の12月から再来年の3月まで使えるリフィルがセットされたものになります。こちら購入しました。私ね、持ち歩き手帳に入れているマンスリーはね、プロッターのこのリフィルなんですよ。プロッターのね、M5 のマンスリーのリフィルめちゃくちゃ好きで、ね、もう何年もリピートしていて、もう4年目のリピートになるのかなっていう感じでね、今年もじゃないか、来年もプロッターのマンスリーを使うぞということで、こちらを購入しました。毎年プロッターね、この7月の上旬から中旬ぐらいのタイミングで、来年のリフィルを発売するんですよ。で、いつもはね、発売しましたで終わりなんですけれども、今年はですね、ちょっとプロッターの公式オンラインストアの方で、イベントというか、なんかそういうキャンペーンっていうのかな、そういうのがやっていて、先着順で、このプロッターの来年の日付リフィルを一つでも購入すると、ノベルティでステッカーをもらえるんですよ。オリジナルのね、非売品のステッカーをいただけるということで、まだね、この来年までだいぶ時間があるのに、早々にリフィルを購入しました。ノベルティでね、いただいたステッカーもちゃんと入ってまして、そちらがね、これになります。じゃん。めちゃくちゃ良くないですか？こんな感じのステッカーをいただきました。A5 サイズのね、リフィルになったステッカーですね。もちろん一つ一つちゃんとね、剥がれるよってやつで、プロッターって入ってて、インプットっていう風に入ってたり、ここにね、文字いっぱい書いてあったりとか、プロジェクトとか、アイディアス、トゥードゥ、デザインとかね、ドロートゥデイ、シェイプトゥモローとかね、こう、プロッターのね、代名詞的な感じのやつが入ってたり、ミーティングって入ってたりね、いろいろ入ってます。このステッカーですね、あれですよね。皆さんプロジェクトマネージャーでこう、いろいろとね、これ一枚しかないからね、私も貼れないんですけれども、なんかこう、プロジェクトマネージャーで皆さんいろいろ管理するじゃないですか。そのプロジェクトマネージャーのところね、まあ私これちょっとね、月単位で管理してるんで、ノーベンバーって入ってるんですけど、例えばここのね、プロジェクトっていうところにインプットっていう、こういう風にね、貼るとか、そういうのもすごい良さそうですよね。サイズ感的にもね、ぴったりマッチするんじゃないかなと思います。ね、そういう感じで使えそうだなっていう風にね、見て思いました。一回の注文でステッカー1枚なのでね。まあもう一回注文すればもう一回もらえるのかもしれないんですけれども。とりあえずね、一個はゲットできたっていう感じです。これまでね、プロッターのイベントとかで、レザーバインダーとか購入すると、こういうね、ステッカーをもらえたんですよ。ね。それとはまたちょっとデザインが変わっている、ステッカーになります、今回ね。今までこれ持ってたよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、今回はね、デザインも違うので、ね、めちゃくちゃ、欲しくなるんじゃないかな。なんかこう、ね、今後もこういう A5 サイズのシリーズで、こう、ステッカーがね、出てくるのかななんてね、ちょっと期待をしちゃうんですけれども、ね、こういう感じのいただき物をね、しました。ね、どっちも素敵なんですけれども、まあね、ちょっと使えないよねっていう感じで、リフィルとしてちょっと楽しもうかなと思います。ということでね、今紹介したあのステッカーをもらうためにね、取り急ぎ、M5 のマンスリーを購入しました。まだまだね、ちょっとプロッターの日付リフィルとか、来年に向けて調達しないといけないものがあるんですけど、またね、ちょいちょいこう、どっかに行って購入するとか、またオンラインストアでお買い物するときにまとめて購入するとかね、そういう感じで、まあ、ちょっとずつね、揃えていこうかなと思っています。今使っているプロッターのマンスリーとかもね、こう、来年の3月まで使えるわけなので、めちゃくちゃ急いでいるというわけじゃないので、またね、ちょっとずつ買い集めていこうという感じで、今、
そんなつもりでいます。ということで一つ目はこちらでした。で、私ね、割とプロッターの公式オンラインストアでお買い物するときって、公式オンラインストアでしか買えないものとかを買う感じで使うんですね。で、特にこの3点購入するとだいたい送料無料とかになるので、だいたい3つ購入するみたいな感じなんですけど、もう1個はね、こちらです。M5 スクエアの無地のリフィルですね。こちら購入しました。こちらもね、何個目のリピートなんだろうっていうぐらいめちゃくちゃ購入している商品なんですけれども、こちら購入しました。あの、先月ですね、北海道に旅に出て、で、その時にね、結構スタンプをして、リフィルなくなっちゃったんですよね。なので、また、今月末のそのポップアップに向けて、こちら購入しました。今ね、トラベラーズノートのレギュラーサイズ真っ二つにしたのをスタンプ帳として使ってるんですけど、ね、またこちらも使おうかなという感じで、購入しました。とりあえずね、一つ買ったよっていう感じです。そしてこちらですね、チャートグリッドというリフィルを購入しました。A5 サイズのリフィルになります。こちらのチャートグリッドはね、プロッターの公式オンラインストア限定だったと思うんですけれども、なぜか表紙がね、オレンジですね。不思議だな。ね。で、A5 サイズのみのね、展開です。割と最近発売されたリフィルですね。まあ、と言っても1、2ヶ月ぐらい前の話なんですけれども、発売されたリフィルになります。今までね、こちらの黒い表紙のタイプで、チャートグリッドのリフィルがあったんですよ。ね、こういった感じの、ね、紙質が MD ペーパーで、ね、レイアウトがこう、10個に区切られた感じのやつだったんですけれども、それがリニューアルして DP 用紙で登場したよっていう感じですね。この一つの枠がちょっと大きくなってて、まあ、7個。に区切られていると。方眼の部分もですね、一つの枠が広くなった分、マス目が大きくなってますね。まあこういった感じのね、違いがあったりとかするリフィルになります。これもね、ちょっと気になってたので、とりあえず購入したよっていう感じですね。また別の動画とかでちょっとどういう風に使おうかとかね、そういうのとか、なんかお話できたりとかね、なんかいろいろと試したりとかできたらいいなと思っております。一週間1ページっていう感じでね、使うのも全然いいし、違う使い方もなんかできそうですよね。なんとなくここで線引いてなんか3分割にするとかね、そういう使い方もできそうですし、ちょっとね、またいろいろと検討してみたいなと思ってます。ちなみに書き方の例ですと、やっぱ1週間でね、使ってますね。まあ、こんな感じのリフィルを購入しました。こちらね、オンラインストアでしか買えないよっていうことで、ちょっとね、今まで購入してなかったんですけれども、ちょっと調達してみたよという感じです。ということで、オンラインストアでのね、購入品は以上になります。こちらのね、ステッカー欲しいよっていう方はですね、ぜひお早めにね、チェックしてみてもらえればと思います。今回初めてね、このステッカープレゼントっていうのが行われているので、どれぐらいの期間でね、なくなっちゃうかっていうのはね、私もわかりません。ね、今見た段階ではまだあったんですけれども、この動画が公開されるまでになくなっちゃってる可能性もありますし、ね、どれぐらい在庫があるのかわかりませんので、ぜひね、どうしても欲しいんだっていう方は早めにチェックしてもらえればと思います。そしてね、私はちょっとね、今回購入していないんですけれども、ノックスの方でも同じように日付リフィルが発売になっていて、で、ノックスの方もですね、ノックスのバージョンのこのステッカープレゼントっていうのが行われています。ノックスのオンラインストアはですね、楽天市場にあるんですけれども、そちらからね、同じように来年の日付リフィルを購入すると、ステッカーもらえますので、まあ、ノックスのリフィル好きなんだよねっていう方はね、そっちも見てみるのがいいんじゃないかなと思います。私はね、ちょっとプロッターということでこちらを購入させていただきました。ということでね、ポップアップの話をしましょう。プロッター沼歴4年目に突入しまして、毎年ね、夏の楽しみの一つがプロッターのイベントという感じで生きているんですけれども、今年もね、プロッターのポップアップがあるよということで、イベントのね、情報、詳細が出始めました。話していきます。詳細気になるよって方はですね、プロッターのインスタライブね、ちゃんとご自身でご確認いただくのがいいと思うんですけれども、ザザザザッとね、喋っていきます。今年7月27日土曜と28日日曜日に、長崎県波佐見町というところで、プロッターのポップアップが開催されます。ヒロッパというね、場所で開催されます。私はね、まあ東京から行くので、結構遠いなーっていう感じ。あとは、今までやっぱり首都圏で開催が多かったんですよね。東京、京都、名古屋とか大阪とかね。そういう首都圏でポップアップされることが多かったんですけれども、ちょっとね、波佐見町という、ね、そういう場所で開催されるということで、ね、どんな感じになるんだろうというね。ちょっと私もね、無事にたどり着けるかなっていう不安もありつつの、そんな感じの場所で開催されます。
で、まず気になるのがね、どういったイベントなのかね。まずね、プロッターのポップアップですから、いろんな、こう、アイテムが並ぶんですけれども、どういったものが並ぶのかっていう情報が出てたので、ババババッとね、書き出しました。お品書き、ね、喋っていきます。リス仕様の M5 スクエアですね。こちら、イベント限定でしか販売されない方の M5 スクエアのレザーバインダーですね。こちら持ってきますよというふうにお話をされておりました。私は現在ね、リス仕様のグリーン、それからローズとね、2冊持っているんですけれども、あともう1色ね、ホワイトというね、カラーがあります。まあ、こちらを含めた、まあ、3色、ね、展開になっておりまして、その3色ともね、販売されるとのことです。それからね、心石工芸コラボの本革カードケースリフィルの M5 サイズ、こちらもね、販売されるということです。プロッターね、たまに限定で、この本革カードケースリフィルね、販売されるんですけれども、心石工芸さんというね、前にソファーのブランドさんですね。こちらのその革を使った、本革カードケースリフィルが出たんですけれども、シュリンクタイプのね、本革カードケースリフィルになります。2色あって、なんかブラウン系のね、色味なんですよね。カフェオレっぽい感じの色味とかをちょっと想像してもらえればと思います。そういった感じのね、本革カードケースリフィルがね、並びます。結構ね、もちもちしててね、気持ちいいんですよ。ね、そういった感じの本革カードケースリフィルが出ます。ちょっとね、私のね、本革カードケースリフィル、職場にあるので、今ここでね、お見せできないんですけれども、過去の動画とか見てもらうとね、出てくると思いますので、気になる方はね、そちら見ていただければと思います。それからね、白押しピエ柄高級リフィルメモパッド、クロッキー、アイソメトリック、各5冊というふうに書いているんですけれども、プロッターのね、この、黒い表紙の方の高級リフィルメモパッドですね。こちらの、P 柄っていう風に書いているんですけれども、P 柄っていうのがね、この柄ですね。プロッターの5周年限定の時に、この限定の白押しタイプで出したリフィルがあるんですけれども、このリフィルの、クロッキーの紙とアイソメトリック柄のリフィルが並びますよ、とのことです。こちらね、ゴールドの白押しになってるんですけれども、こちらがね、アイソメトリック柄です。こちら。ね、アイソメトリック柄、こういう感じのやつです。イメージ的にね、細かいひし形みたいになった感じのレイアウトのリフィルになってます。この白押しのね、リフィルメモパッドはですね、この中のレイアウトとか紙質によって、ここの白押しの色が変わるんですけれども、アイソメトリック柄はこちらのゴールドの箔がついていて、で、クロッキーはですね、こちらの、まあ、シルバーのね、箔になるんじゃないかなと思います。私が持ってるクロッキーはですね、ちょっともう使い終わっちゃってるんであれなんですけど、まあ、こういった感じの紙質でして、シルバーのね、箔になってます。これはね、ちょっと、デザイン違いなんですけれども、この P の部分がこの箔になった状態のものがクロッキーで、まあ、各5冊しかないみたいなんですけれども、まあ、こういうものもね、並ぶとのことです。それからね、リス仕様さん決村上さんカスタマイズ済みというものがね、1冊あるみたいです。村上さんのね、アンティークカスタマイズがもうすでに施された状態の、カードサイズのレザーバインダーですね。こちらのリス仕様バージョンがね、1冊あるみたいです。この、どんな風にカスタマイズされてるかっていうのは、ちょっと当日行ってみないとわからないし、村上さんのカスタマイズね、すでに住んでいるものをね、結構いろんなパターンがあったんですよ。私も過去のイベントとかで、こう村上さんカスタマイズ済みのレザーバインダー並んでるの見たことあるんですけど、結構ね、本当に一点一点全然違うんですよ。もう作品になっているので、全然違くて。だから、こういう感じですよって一概に言えないんですよね。全然こう、見せたものと、当日並ぶものが全然違うっていう可能性があるので、まあ、これはちょっと行ってみてのお楽しみかなっていうところですね。カードサイズのやつ。カードサイズね、結構ポケットに入れて使うのにめちゃくちゃ便利ですし、ね、使い勝手いいんじゃないかなと思います。で、なかなかね、こう、村上さんのアンティークカスタマイズ、今のところ東京でしか開催されたことないんじゃないかな。ね、ポップアップと、それから伊藤屋さんのシステム手帳サロンとね、まだね、それぐらいでしか開催されたことないので、ね、ちょっと村上さんカスタマイズ、ね、なかなか普段できないよっていう方、ね、非常に貴重なものになるんじゃないかなと思います。それからロールペンケース、ソファー側のヌメというものがね、3個出るみたいです。こちらは心石工芸さんの革を使ったロールペンケースだったはずです。気になる方はね、ぜひチェックしてみてもらえればと思います。それからルフトの革で作った M5 というのがね、少し並ぶとのことです。まだね、プロッターができる前は実はね、似たようなこう構造で、ルフトという商品でね、ノックスからレザーバインダーがね、登場してたんですよ。で、こちらのね、このルフトの時代に使われていたこちらの革。この革で作った M5 のレザーバインダーが、少しね、並びます。去年のね、後半の方のイベントからちらほら
出現しているので、見たことあるよっていう方もいらっしゃるかなと思います。私が持っているのは、本当のルフトなので、こう、ビタミンカラーのオレンジ色をしているんですけれども、このルフトの皮で作った M5 はですね、結構ね、パステルカラーっぽい感じの色味なんですよ。普段のね、プロッターのレザーバインダーとしては、ちょっと見たことないんじゃないかなっていう感じの、可愛らしい水色をしているとかね、ピンクとか、ちょっとね、なんだろう、やんわりとしたカラーの、水色、ピンク、緑とかね、そういう感じ、ちょっと緑とかに白を混ぜた感じとか、そういうのをね、想像してもらえればいいんじゃないかな。ね、そういった感じのめちゃくちゃ可愛らしいカラーになっております。ね、そういったちょっとね、珍しいカラーリングのもの気になるよっていう方ね、こちらもチェックしてみてもらえればと思います。それからね、バイブルサイズの付箋リフィルというふうにね、書いているんですけれども、それがこちらになりますね。こちらもね、過去のプロッターのポップアップで、登場したものになります。ちょっとね、私のリアルに使い込んだ感じのやつとかが書いてあるんで、ちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、こんな感じで、左ページ側はね、ここちょっとね、今私がいろいろ付箋とか貼っちゃってるんであれなんですけど、空いてるスペースになっていて、ここにね、なんかホワイトボードみたいな感じで使ったりとか、付箋とかね、貼っつけたりとか、そういうのができて、で、プロッターのね、このオレンジ色のね、付箋とか、こういったカラーの付箋が、ついた状態で販売されてます。とにかくね、この外側のパッケージとかめちゃくちゃ素敵な字が書かれていて、とってもかっこいい感じです。こういったものがね、並びます。それから、ホースヘア2のね、レザーバインダーですね。こちらも並びますね。このホースヘア2のレザーバインダーは、定番商品で、いろんなお店とかでも並んでいると思うんですけど、そちらがね、並びますよということです。全サイズ、全色並ぶのかとかはね、ちょっとわかんないんですけれども、まあね、ホースヘア2のレザーバインダーが並ぶとのことですので、ホースヘア2ね、気になるよっていう方、そしてプロッターの取り扱いね、近くになくて、なかなか実物見たことないんだぞっていう方ね、チャンスだと思います。私はね、こちらのグレーのナローサイズをね、使っております。そしてね、次、レザーバインダーケースですね。こちらもホースヘア2の革と、それからウルトラスウェードが組み合わさったレザーバインダーケースになります。A5 サイズとバイブルサイズのね、2サイズ展開でして、ま、カラーがね、各4色あります。私はね、こういった感じの2つのね、レザーバインダーケースですね。それぞれ、1色ずつ持ってます。文房具店とかでも取り扱いあるんですけれども、すべてのプロッター取り扱い店で取り扱いがある商品ではないので、こうね、なかなか実物見たことないよっていう方とかね、貴重な機会になるのではないかなと思います。それからですね、最低限の定番リフィルというふうに書いてあるんですけれども、当日その場で購入した、こう、レザーバインダーをすぐ使えるようにということで、例えばゴムバンドのリフィルとか、なんかそういった感じで、必要そうなね、リフィルっていうのをプロッターさんがこう、セレクトして持ってきてくれるとのことです。具体的にどういうリフィルっていうのがね、明言されてないので、このリフィルはあるけど、このリフィルはないみたいな感じのね、そこはわかんないんですけれども、まぁ、ちょっとしたすぐに使えるスターターキットみたいな感じのね、ものはね、一応揃うんじゃないかなというところですね。それから、ノックス小さな手帳たちということで、こちらは今年の3月にノックスのポップアップが開催されたんですけれども、その時にね、登場したものになりますね。こちらも限定の革とかっていうのかな、そういうのが使われた商品でして、まあ、ブラック、ブラウン、オレンジのね、3色が並ぶみたいです。まあ、ノックスのね、そのポップアップの時の情報とか見てもらうと、この小さな手帳たちっていうのが、どういう形のものなのかとかね、わかると思います。結構ね、いろんなところにポケットがついた感じのね、そういった手帳になっております。色もね、結構可愛かったりしますので、気になる方ね、ぜひチェックしてみてもらえればと思います。それからまたノックスになるんですけれども、フラクトちゃんですね。こちらもポップアップの時に、フラクトの、ちょっと、ね、いつものカラーとは違う組み合わせになったフラクトちゃんね、登場したんですけれども、そちらのカスタマイズがされたフラクトちゃんが2本あるということで、こちらが並ぶとのことです。これもね、めちゃくちゃ貴重なものですので、気になる方ね、ぜひチェックしてみてもらえればと思います。それから、オーセンブライドルの、ね、ワインが4本並ぶとのことです。オーセンブライドルですね、こちらもプロッターのイベントとかでちょこちょここう出ているやつなんですけれども、その中でも今回はね、ワインだけが並ぶみたいですので、こちらもね、気になる方、ぜひチェックしてみてもらえればと思います。プロッターがね、とりあえず販売する商品のラインナップっていうのはね、こちらに書いたもので以上になるはずです。もしかしたら、なんか、ひょっこり違うものがいるとか、そういう可能性もあるかもしれないけれども、一応ね、プロッターのインスタライブ見た感じでの、やつをね、一通り書き出したところ、こんな感じになりました。
またギリギリになって変わるとかね、そういうのもあるかもしれないけども、今のところそんな感じです。で、次ですね、プロッターのポップアップはね、もちろん、そういったね、限定品とか、ね、そういう商品の販売だけじゃ終わらないぞっていうところで、まずね、カスタマイズ、こちらがあります。ね、皆さん楽しみにしている部分じゃないかなと思います。どんなカスタマイズができるかというと、今回はね、2つのカスタマイズが楽しめるよということで、まず一つ目ですね、イニシャルハンドペイント、こちらができますね。あの山口さんのイニシャルハンドペイントですね、こちらが体験できます。私もねまだ数少ないんですけれども、まあ、こんな感じでね、あの山口さんがねイニシャルとかね文字を入れてくれるハンドペイントができます。新しい書体とかもね加わったりとかしていますので、まあ、こういったちょっと細身のあるやつじゃなくてちょっと太いやつとかね、そういうのもあります。ちょっと書体とかはね、そのプロッターのインスタライブとかね見てチェックしてもらえればと思います。でこちらはね1人30分という枠になっておりまして、で該当のね、あの対象のハンドペイント対象の商品を購入後にそのハンドペイントの予約をすることで無料で体験することができます。でそのね対象商品っていうのがリス仕様の M5 スクエアですね、それからホースヘア2のレザーバインダー、それから、ホースヘア2の、このレザーバインダーケースですね。こちらを購入した人、当日ね、購入した人が、購入して、その予約枠を取れた人が、イニシャルハンドペイントすることができます。東京のね、イベントとかではね、いつもすぐ枠が埋まっちゃうんですよ。ね、なかなかこう体験できないっていう部分があるんですけれども、ね、この、今回のイベントはどんな感じになるんでしょうかね。ぜひね、やってみてほしいです。本当にね、素敵な字書いてくださるんですよ。でね、楽しいと思いますので、ね、思い出にもなりますので、ぜひね、チャレンジしてほしいです。それからね、もう一つのカスタマイズということで、コーナー金具の取り付けカスタマイズができます。こちらはね、有料のサービスになっておりまして、レザーバインダー本体の購入代金とは別にプラス1100円、ね、お支払いすることで体験することができます。コーナー金具の色がシルバー、ゴールド、ブラック、ピンク、ゴールドと、プロッターのバックプレートの色に合わせた感じで金具の色が用意されております。私はね、2回このコーナー金具の取り付けカスタマイズをしておりまして、こちらがね、ホワイトベールについてるんですけれども、ブラックですね。こちらね、ブラック。それから、こちらのリス仕様のね、グリーンについてるんですけど、こちらがピンクゴールドですね。まあ、こんな感じのコーナー金具をね、取り付けしてもらってます。プロッターがね、このレザーバインダーに合わせて、開発した金具、それから、その、機械を使って、こう、取り付けをしてくれるので、しっかりね、ついてくれますし、取れちゃうとかね、そういったこともなくて、ちゃんとね、こだわりの持ったものを使われているということです。ね、その辺ね、多分、斉藤さんとかいろいろとね、聞けばお話ししてくれるんじゃないかなと思います。私の過去の動画とかにもね、もしかしたらサブちゃんの方かな、そっちにも出てるかもしれないんですけど、まあね、そういった感じのね、プロッターがこのコーナー金具を取り付けるように作った、ね、そういったもので、できるものです。こちらはですね、本当に物の数分もかかんない、本当、1、2分とかのレベルでね、ちゃんちゃんちゃんってね、ついちゃうような、そんな感じのカスタマイズです。お時間ない方とかでも、ね、サクッとできるカスタマイズですし、それでもやっぱりこうね、ちょっと特別感のある一冊に仕上がりますので、いい思い出になるんじゃないかなと思います。こちらはですね、その、ハンドペイントとは違って、当日購入したレザーバインダーなら、どれでもできるみたいなので、例えば、今回対象外になっているやつがありますよね。ルフトの革で作った M5。こちらとかもね、できるんじゃないかなと思います。ノックスの方はね、多分対象外になると思うんですけれども、まあそういったね、ちょっと、微妙に、こう、できる商品とかがね、違いがあると思います。一応不安であれば購入前に、これ買ったらその、これつけれますかみたいなね、そういうのを聞いて購入されるのがいいんじゃないかなと思います。ということでね、カスタマイズっていうのはね、こちらの2つになります。今回はね、カスタムレザーバインダーはないんですけれども、このね、カスタマイズどちらも人気のイベントですし、ね、楽しいと思いますので、ぜひね、やってみてもらいたいです。そしてね、プロッターのイベント。ね、ノベルティというのがついてきます。ね、過去にもいろんな私ノベルティいただいているんですけれども、今回もね、ノベルティがあります。今回はですね、レジで持っている、皆さんがね、使っているレザーバインダーを、こう、パッとお見せすると、巾着がもらえるよっていうね、そういうノベルティになります。例えば、いつものプロッターのイベントであれば、だいたいね、いくら以上購入でとか、そういうね、なんか、やつがあるんですけれども、今回は購入金額じゃなくて、
皆さんがお使いのレザーバインダーをお見せするというね、それだけで、こう、巾着がもらえます。買わなくても大丈夫です。行って、レザーバインダーを見せればもらえるよという、そういうやつです。こちらね、先着になるみたいです。どれぐらい数があるかわかんないんですけれども、そういった状態になってます。こちらのね、巾着はですね、プロッターナイトというイベントが5月に東京で開催されたんですけれども、その時にね、配られた。あの巾着ですね。私もね、プロッターナイトでもらったんですよ。もらって、で、愛用していたんですけれども、なくしました。北海道から帰ってきてから、行方が見当たらなくなって、今ね、すごい、家の中を大捜索中でございます。本当にね、なくて、結構ショックで、やばいなっていう感じで、探しまくってるんですけど、一向に見当たらなくて、もうあれ本当にね、ノベルティでもうもらえないやつなんだよなと思ってたんですけれども、そこにこれが来たので、ちょっとね、もう一回もらえるチャンスがあるかな、ね、間に合うかなっていう感じで、ちょっとね、もう一回欲しいです。まあそんな個人的な事情がございます。そんなわけでね、今ね、これですよってね、ちょっとお見せできないといった、そんな事情がございます。いや、ほんとね、今度もらったらなくさないようにしなきゃなっていうところですね。結構ね、しっかりとした素材なんです。ここのレザーバインダーケースとはまた違ったね、ウルトラスウェードで作られていて、ちゃんと厚みもあって、すっごい良かったんですよ。私はね、そのモバイルバッテリーケースとして使ってたんですけれども、モバイルバッテリーごとちょっとね、失踪しまして、非常にね、困っているというね、今そんな感じです。まあ個人的な話はさておき、次に行きましょうか。次ですね、今回ですね、スタポンコーナーがあります。とのことです。今年のね、ノックスのポップアップの時にもスタンプコーナーがあったんですけれども、まあそれのプロッター版みたいなのがね、できるみたいですね。自由にね、好きに押して楽しんでいいよっていうね、そういうスタンプコーナーがあるみたいです。なのでね、皆さん、こう、スタンプを押したいリフィルとか、なんか紙物とか、まあ革であったりとか、そういうのを持ってって、そういうのをね、用意していったりとか、あとは、まあその当日購入したものとかにね、押したりとか、ね。そういうので、いろいろと楽しむのがいいんじゃないかなと思います。私もね、こう、ちょっと押したい紙物であったりとか、持ってこうかなとか、このレザーバインダーに押したら楽しいかなとかね、そういうのをちょっとセレクトしたいなと思ってます。どういったスタンプがこうね、並ぶのか、用意されるのかっていうのが、まだ分かってないんですよ。なので、ちょっとね、決めるの難しいんですけれども、まあ、とりあえずスタンプ帳はね、持ってかなきゃね、みたいな、そういう感じでいます。なのでさっきね、こちら購入したやつ、この子をね、連れてかなきゃというふうに思っております。いやー、楽しいですね。ノックスのポップアップの時はね、その原稿用紙みたいな感じのスタンプガチャンってやるね、大きなやつがあったりとか、あとは、ルフュトってね、押したんですけれども、こういうのがあったりとか、あとね、この一文字ずつなんですけど、こう、アルファベットのスタンプがあったので、私ね、ここにプロッターっていうふうにね、押してきたりとかして楽しんだんですけれども、まあこんな感じでね、いろんなスタンプが並ぶと思いますので、とてもね、楽しみにしております。それから、今回のね、イベント、私はね、これのために行くんだっていう感じの部分があるんですけれども、まあ、トークショーですね。トークショーが開催されるとのことです。初日だけ、ね、27日のみの開催になるんですけれども、プロッターのヘビーユーザーの方と、それから斉藤さんのね、トークショーが開催されます。11時から、それから14時からのね、2回開催されて、1回あたりね、だいたい3、40分ぐらいのね、トークショーになるとのことです。斉藤さんがね、このユーザーさんに、まあ、こういう使い方してるんですかみたいな、そういう質問とかをして、まあ、こうね、話をするみたいな、そういう感じのね、トークショーになるらしいです。まあ、こういったトークショーがあるということで、なんかこういうプロッターの使い方があるんだっていうね、そういうのが知れたりするんじゃないかなと思ってね、非常に楽しみにしております。まあ、こういった感じで、いろんな限定品ね、いっぱい、すごい数の商品が並んだり、カスタマイズができたり、ノベルティもらって、スタンプをして、トークショーを聞いてみたいな感じで、なかなかね、楽しい一日になるのではないかなと思っております。ね、私ね、今回ね、日帰りなので、滞在時間はそんなに長くないんですけれども、まあ、このね、数少ない滞在時間の中でもギュッと凝縮してね、ちょっと楽しんでこようかなと思っております。今年のね、私の夏の楽しみですね、そちらがもうすぐやってくるぞということで、今ね、めちゃくちゃ楽しみにしております。こんな感じで、プロッターのね、今年のイベントのお話とかをさせていただきました。前半に喋ったこともね、皆さん忘れないでくださいね。公式オンラインストアでプロッターの日付リフィル購入すると、先着でね、こちらもらえるよっていうことですね。こちら欲しい方はお早めに。それから、まあ、長崎県という場所でね、プロッターのポップアップがありますのでね、タイミング合う方とかはね、ぜひ
遊びにね、行ってみるのが良いんじゃないかなと思います。ということでね、今回はね、なるべく早めに皆さんにね、シェアしたかったことをバッとね、喋らせていただきました。今回ね、その、オンラインストアで購入したものの、あの、チャートグリッドのリフィルとかね、2025年のね、日付リフィルとかも、もうちょっと揃ったところでね、ちゃんと紹介とかできたらいいなと思ってますので、ちょっとね、お待ちいただければと思います。ということで、今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。